西鉄バス、北九州道路線沿線の別府市で創業し、北九州市に本社を置く、地図情報会社前輪の広告ラッピング車が目のいバス、大分バス、湯の国号は、福岡県北九州市と大分県別府市、大分市とを結ぶ高速バス路線である。ここでは、かつて運行していた北九州空港別府線、別府エクスプレスについても解説する。 東九州自動車道の開通に伴い、北九州大分間が高速道路でつながったため、西鉄バス北九州、大分交通、大分バス、亀の井バスの4社共同で、2015年3月7日より1日、6往復で運行開始した。当初は愛称名なしであったが、後に湯の国号と命名された。運行当初はカレンダー運賃を採用。 利用促進策が練られ、別府市内、小倉南区を経由しないノンストップ便を設定され、最大1日9往復、ノンストップ便3往復が設定された。利用者の伸び悩み、乗務員不足もあり、2018年3月31日をもって大分の3社が撤退。現在は西鉄バス北九州による単独運行で1日4往復運行。その後、 法日外国人観光客への需要を目的に、2018年10月28日、大分交通、亀のイバスが、期間限定で、北九州空港別府線、別府エクスプレスを運行開始、北九州別府線に再参入する形となったものの、翌2019年7月31日をもって運行を終了した。現在は、新型コロナウイルスの影響を受け、 全便運休中開業当初北九州市と別府市、大分市とを結ぶバス路線は過去にもいくつか存在しており、直近では2010年6月11日から2011年9月25日まで、西鉄バス北九州、大分交通、亀の井バスの三者共同により近土日宿及びお盆、年末年始の一部平日の試験運行を行っていた。その後、 2015年3月1日に、東九州自動車道の部前 i c u サインターチェンジ間が開通したことにより、北九州市大分市間がおおむね全通し、アクセスが改善したことを受けて、同年3月7日より1日旧往復の定期路線として運行が開始されることとなった。運行開始当初の段階では、相性が設定されていなかったが、 同年6月1日から8月まで愛称を募集し、1197件の応募の中から、9月12日にチャチャタウン小倉で行われたバスの日イベント及び JR 大分駅府内中央口広場で行われたバスフェスタ2015イン大分で愛称が湯の国号に決定したことが発表された。また、並走する JR 九州の特急、 ソニックとの運行時間上での対抗策とし、2016年12月24日に新系統であるノンストップが新設された。大分地区3社撤退後バス業界全体での乗務員不足や利用者の伸び悩みを受け、大分川3社が2018年3月31日をもって撤退することが発表された。これに伴い4月1日から西鉄バス、 北九州のみの単独運行となり1日9往復から1日4往復に、また、ノンストップ便が廃止され、減便となった。また、事前予約制の廃止、運賃の1500円への値下げに加え、北九州側の停留所の追加及び大分側の停留所の廃止及び変更、行橋今川でのクローズドドア解除がなされている。その後、大分発便の鉄輪地区バス停の変更、 高速アジムへの停車回収など、利用向上に取り組んでいる。過去の運行会社現在の運行便太字は、停車停留所。クローズドドアにより多いた高速ベップ1、APU 間及び、北九州市内のみの利用は不可。過去の運行便確定便太字は停車停留所。全区間クローズドドアにより同一県内間のみの、利用は不可。確定便太字は停車停留所。 全区間クローズドドアにより同一県内間のみの利用は不可。ノンストップ系統、ノンストップ湯の国太寺は停車停留所。全区間クローズドドアにより同一県内間のみの利用は不可。大分バス、大分交通、西鉄バス北九州担当。スターフライヤーが北九州台北線を就航したことから、訪日外国人観光客への需要を目的に、 2018年10月28日、大分交通、亀のイバスが、期間限定で、北九州空港別府線、別府エクスプレスを運行開始、北九州別府線に再参入する形となった。期間満了に伴い2019年7月31日をもって運行終了。太地は停車停留所。全区間クローズドドアにより、別府市内のみの利用は不可。 西鉄バス、北九州一般職大分交通、大分バスは三列シート車を使用していた。JR 九州の特急、ソニックとは、福岡と別府、大分を結ぶ高速バス、豊の国号と共に競合関係となっており、運賃面ではソニックが2枚切符及び九州ネット切符で、普通運賃よりもさらに安い料金設定を行っている。ソニックでは、 所要時間1時間30分ほどで小倉別府大分館が片道実質2500円で乗車できる。一方、湯の国号では所要時間においては JR より長いが片道1500円と価格面で差別化を図っている。また、どちらかの便が交通事情によってストップした場合にも相互に誘導をすることで交通網の冗長化を図っている。ありがとうございます。